こんにちは、ハルです。今回は拾われた男第5話の感想について話していきます。今回もすごく面白かったんですけれども、結構冒頭の方からお兄さんのタケシが登場しましたね。アメリカのレンタルショップでこうパッケージを見ているシーンだったんですけれども、七子男っていう作品を見てたんですけれども、あれは実際の名前としては電車男っていうドラマですね。あの作品に松尾さんがちょい役として出てるっていうので、まあ、それをたまたまたけしが見たっていうシーンですね。大ヒットした電車男っていう作品に、まあ、ちょい役とはいえ弟が出てるっていう知った時のお兄さんっていうのは、まあ、すごく驚いたでしょうね。そしてサトルとユイはサトルのおばあちゃんが体調が優れないっていうので実家に帰省するんですけれども、そこで出迎える父親がね、まあ、いらっしゃいって言って、まあ、いつもと違うキャラクターなので、あれは酔ってたっていうのもあるみたいですけれども、あれはまあサトルもユイもめちゃくちゃ驚いたんじゃないでしょうか。で、実家でいろいろユイとか父親とかいろいろ話していたりとかして、その後こう病院に行ったりもするんですけれども、ここで父親とサトルの2人がちゃんと会話をするのって今回初めて見たなっていうふうに思いました。父親が出てくる時っていつもなんか怒ってて、サトルとまともな会話してないんですよね、今まで。なのでちゃんとした会話っていうのは5話にして初めて見ましたね。ここで父親とか、まあ、おばあちゃんとかもそうなんですけれども、結構たけしのことをすごく心配してるんですよね。昔からなのかもしれないですけれども、なんでそんなにたけしのことがすごく可愛いのかっていうのがいまいちわからないので、まあ、サトルはそういったところにも結構嫉妬してたりとか、まあ、お兄さんに対していろいろ思うところがあるんでしょうね。そしてそのままおばあちゃんが今回亡くなってしまうんですけれども、ここでのサトルとたけしのメールのやり取りとかっていうのも結構切なかったというか、いろいろちょっと思いましたね。サトルの方からおばあちゃんが体調優れないから戻ってこれないですかみたいなメールを送って、その後しばらく返信がなくて、おばあちゃんが亡くなった後にたけしから返信が来て、そこでまあ必ず会いに行きますと返事が来るんですけれども、それはもう果たせないことなので、まあ、それを受け取ったサトルっていうのはまあかなりムカついたでしょうね。昔から兄のことはよくは思ってないけれども、ここでよりこう関係がギクシャクするというか、兄に対して確執を持つっていう風になったんではないでしょうか。その後ね、 SP っていう人気ドラマの3番手の役で出演が決定しましたね。オーディションは受かって、まあ、すごく嬉しかったんでしょうけれども、やっぱり事務所の人とかもすごい喜んでたし、サトル自身もね、なんかこうめちゃくちゃ舞い上がってましたね。 SP っていうのは深夜ドラマ11時台のドラマだったと思うんですけれども、僕もリアルタイムで当時見てましたし、当時あの時間帯のドラマとしてはもう異例の視聴率を記録してましたね。もうめちゃくちゃ人気になりました。SP の再現シーンみたいなのも登場するんですけれども、牧陽子さんが今回登場するっていうのは先週の予告の時点で分かっていたんですけれども、牧さんは牧さん本人役として出ると思ってたんですけれども、今回違いましたよね。牧さんっていうのはその SP が守る警護対象者として出てましたよね。あれは SP の本編では当然違う女優さんがやってたはずなので、牧さんは本人役ではなかったんだっていうのがちょっと驚きましたね。浜田岳さんもこう犯人役というか悪い役として出てましたけれども、本当に数秒とかっていう出演シーンだったんですけれども、よく出てくれましたね。やっぱりこの辺もすごく豪華だなというふうに思います。今回もめちゃくちゃ面白かったですし、もう最初から最後までこう中野太賀さんと伊藤沙莉さんの2人のシーンとかっていうのもめちゃくちゃ多いので、それだけで本当に見応えがありますよね。45分間全く飽きずに見続けられるっていう作品ってもうなかなか少ないと思うんですよね。今回最後のシーンはサトルとたけしのメールのやり取りの続きっていうところが最後でしたね。そのおばあちゃんがもう亡くなりましたっていうメールを受け取ったたけしの後ろ姿で終わりましたね。こう後ろの方から女性のね、たけしって呼ぶ声が入って終わりました。あの女性っていうのはあのレンタルショップでこう一緒にいた女性、まあ、何か撮影とかも一緒にしてますけど、だけれどもあの方なんですかね。拾われた男は全10話なので、今回の5話で前半部分が終わったっていうことになりますね。来週6話ではサトルが京都に行ったりとかして、まあ、そこでこう色恋沙汰みたいなのが多分起こってユイにこう怒られたりするシーンもあるんでしょうけれども、予告の最後の方でたけしからサトルに対しておそらく電話があって、そこでこうちょっと弱ってるというか、こう助けてくれみたいな感じの電話があるんでしょうかね。なのでおそらく6話では
最後の方であの電話があって、そして第7話でいよいよ悟がアメリカに行くことを決意してアメリカに行くっていう風になるんじゃないでしょうか。なのでおそらく8話9話10話はたけしの出演シーンっていうのがめちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。残り5話ですけれども、まあ、あっという間だなっていう感じもあるんですけれども、日曜の夜がね本当に拾われた男があるのが毎週楽しみですごく嬉しいです。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。